第一ハウジング相原と申します。音声で案内をさせていただきます。当該物件は小田原市扇町5丁目の賃貸アパートライマベルグループ大東建託さんの賃貸アパートという形になります。この数日間アーカイブということで大東建託さんの物件ご紹介していましたが、半年ぶりに新作と言っていいんでしょうかね、物件をちょっと見させていただきました。改めて見るとやはり一人暮らしという生活環境をですね、非常に研究されているなということを痛感いたしました。今回紹介する物件は平成20年築、総戸数6戸という木造のアパート2階のお部屋をご紹介いたします。典型的な大東建託さんの賃貸アパート築12、3年ってなるんでしょうかね。まあ今年で令和4年なんで14年目という形になるんでしょうか。一つ参考に、全国的に大東さんこのスタイル多いと思いますのでね、ぜひご参照いただければと思います。駐車場スペースも別途費用という形ありながら駐輪場もしっかりある。居住者の雰囲気を見たかったら駐輪場と駐車場の車種を見ろという意見よく聞かれます。高級自転車並んでいるのか、それとも安い量販店の自転車なのか、車に関しても国産車なのか軽自動車なのか、こういう部分を見るだけでもですね、居住者の生活環境ってことが計り知れるわけですね。男性が多いのか女性が多いのかということも含めてですね、南向きでございますので日照も太陽が映り込むぐらいしっかり入っております。こういう部分に関しても好印象という形に思いますね。2階建ての物件ですので、1階は玄関スペースという形になるんですが、階段2つ上がり、下のデザインのね、レンガもちょっとおしゃれな感じがありますね。表側にモニター付きインターホンのこういう形のインターホンもついているのも分かっていただけると思います。さあ、では早速玄関に入ってまいりたいと思います。さあ、玄関、久しぶりにしっかりね、映像も長い時間撮らせていただきましたので、一つずつ見ていこうと思います。まずドアです。平成20年築の大東さんのドアどうなってんでしょうか。まあ人影わかるようなちゃんと小窓もついていて、覗き窓がある。なんでこれモニター付きインターホンがあって覗き窓があるかってですね、モニター部分を塞いじゃう人っているんですね。そうやって自分の姿を隠してですね、開けさせようという計画がありますんで、別個こういう形で覗き窓もあるよということです。もう一人暮らしには十分な、上が大理石風の形の、まあこれ鍵を置いたりってケースが多いと思うんですけどね。で、ここが引き出せます。ここにも簡単なものが入れられるというのが好印象ですね。しっかりある形、幅もある感じ。そして高さ変更自由な形のシューズボックスですね。高さ変えられるんで、ブーツだったりなんかもしっかり収められるよと。傘の置き場所ちょっと悩みますけどね。それでコンセントがあります。携帯の充電とまではいかないかもしれませんが、こういうことになりますね。段差もこういう形しっかりあって、玄関の息抜き剥げば十分できるスペース感かなと思います。傘上げて内側にね、傘立て立てもいいかなと思います。手すりがあるタイプで、折れる形の階段直線タイプという形になります。上がっていくと2階の居住スペースというのが大東さんおなじみのスタイルでございます。折れた先がこのスペースという形です。だいたいこの廊下部分が部屋の真ん中に来る、まあ、ホール部分というのがですね、おなじみなスタイルという形になります。カメラターンいたしまして、日の当たる方へと歌のままに 11.1 畳の LDK 入ってまいりました。南側最高という形でしっかり日が入る形。当日撮影した場合、時間帯はお昼過ぎですが、なんか照明はあえてつけない形で皆さんにご紹介したいと思います。その方が部屋の明るさというところではしっかり分かっていただけると思います。この部屋は角部屋スタイルなんで2面最高という形。もう1面はキッチンの裏側の方にします。今右側に見えたこの段の部分は階段ホールの影響なんですね。何か物を置いたりという形のシチュエーションということで考えられております。ちなみに LDK ですから、令和時代の LDK、 こちら側には大型テレビとラブチェアみたいなソファーセットという感じなんですよね。そういうスペース感がしっかり受ける。なのでちゃんとテレビジャックがここにあるよということですね。そしてダイニングテーブルを置く場所自体は逆側になるよという形。まあ、テレビの一時はこのガラスに合わせるか、この壁につけるかの2択。こちら側がダイニングテーブルスタイルという形、ここに置くよと。だから物の台になるような形で、ああいう形で壁側にですね、カウンター的なものが、こう、L 字型につながるようなシチュエーションになっているということですね。賃貸の物件といえどもですね、LDK の意味合い、
そこの役割というところで言ったらですね、この三種の神器に全て収められるわけですね。まあ実際ソファーではなくてこたつが置かれたりというケースもしっかりあるわけです。さあカウンタースタイルの方のキッチンを映しながら設備の方も見ていきたいと思います。モニター付きインターホンさっきちらっと映ってましたけどね、今カメラの右側にターンいたしめてご紹介いたします。まずこちらが給湯用のパネル、そしてモニター付きインターホンって感じですね。大東さんに関してはこの2つマストアイテムと言っていいでしょう。令和時代の建物などここにですねセキュリティシステムが付いたりします。さあキッチン平成20年代どうなっているか見てみましょう。これもしっかり使い勝手が非常にいいと思ってます。というのはこう見えるとちゃんと浄水カートリッジがそういった形、ここで浄水と普通の水というものがボタンで選択で選べる、そしてちゃんと蛇口が伸びる。あれこれ今立ってる建て売りと同じじゃん、今の新築の家と同じ設備じゃんってことに気づくわけですね。大東さんも10年以上前からこのものを採用してるんですね。ということは使い勝手がいいわけです。深さもしっかりある形。下のシンク部分に関しては、まあ、収納部分に関しては一人暮らしということなんです。そこまで手を加えなくても、でも包丁は4本も入りますよということです。ガス台が用意する形の部分のガス、アンキャスキッチン、そしてこのスペースがインターネットもねつなげるような形できてますよってこともね大東さんアナウンスしてます。こういうところもやっぱり俳優とかに手が届く感じですね。グリルが長男、次男と2万変えられる形、上に強弱照明ついてる形の上部収納、これも新築戸建てと変わらないスペックですよね。窓もあってですね、通気換気もできるような感じしてある、匂いもこもりませんよって形ですね。まあ、この幅感がですねやはり一人暮らしかなってことですね。さあでは引きながらコンセントチェックしてまいりましょう。この辺もおなじみです。ちゃんと上部にコンセントがしっかりあります。14年前の建物ですよ。ここにちゃんと冷蔵庫置くようなところ計算されてるわけです。低いところにコンセント2つ、こちらに炊飯器、トースター、電子レンジという形のもの。ヒーター映像ですね。この幅感というかなり奥行きがありますね。ここに食器棚が置くよという形が計算されている。建て売りじゃないですからね。賃貸のアパートですからね。ちゃんとそれ計算されているってことなんですね。大東さんって建物がチャチでって口では言うんですけど、大抵そういう人って住まれてないバースがあるんですね。さあ、南向きのバルコニー、日照陽光という形が見えてまいりました。このバルコニーで注目してほしいのはですね、幅員幅です。今、下にエアコンの室外機が置かれているので、これがすごくわかりやすいと思います。少し余裕がありますね。狭いとこってあるんですね。エアコンの室外機を置いたらもうその幅でいっぱいとか、そうすると洗濯物干すのも大変という場合があります。大東建託さんに関してはちゃんと網戸がついてます。これがついてないってとこも結構あるんですよね。物干し竿の干す形っていうかですね、よく大東さんって音の問題があって言われる方たちがあるんですけどね、まあそういう場合は賃料を上げるとですね、新しい建物、鉄筋だったり、遮音性高い建物に大東さん取り込まれてますので、遮音性高いものを求めたい、大東さんを求めたい場合は、築浅値だった方がいいですね。さあ、パントリーとも使えるし、LDK として使えるし、収納スペースはこういう形で。平成20年からちょっと思わせるのは、ここに掃除機が今の時代は入りづらいんですよね。当時は普通の掃除機、これ普通に入ったと思うんですけど、今スティック状がこの10年で時代が変わってきたという感じがあります。さあ北側配置の洋室というのも大東さんおなじみの形、サイズ感はこれは6畳のスタイル感、こちらも2面採光角部屋なのでということですね。アパートやっぱり角部屋選ばれる方多いというのはやっぱり分かる気がします。2面採光と1面採光では明るさが全然違います。照明がついていなくて、しかも下側の部屋なんですけど、これだけ明るさが確保できるということが注目ですね。こちらの部屋もちゃんとテレビが見えるようにジャックがついている。建具と違ってちゃんとそこにテレビを挿せばテレビが映るようになっている。上にエアコンがついていますよと。この設備問題がですね、大東さんどう捉えてるかってのがあるんですね。故障した場合ちゃんと見てくれるのかなってちょっと僕も勉強不足で分かんない部分もあるんですが、収納が右左2つある。そしてこちらの方にもちゃんと今開けますが、上にカーテンレールもオプションでなくちゃんとついている。ということは縦売りはカーテンレールはオプションかってことに気づくことですね。開けるとさっきのバルコニーと同じちゃんと網戸がついているということですね。こういう部分もですね、しっかりそういう部分余計なチップもしなく生活環境をちゃんと整えるようになっている。右側が換気用の通気、そしてエアコンって感じですね。これもちゃんと設備
で、LDK だけついているってことじゃないよ。ちゃんと寝る。またもう一つの教室もちゃんとエアコンの設備もついて、上に照明もついてるよってことです。さあ、じゃあクローゼット見ましょう。こちらのクローゼットは深さがしっかりあります。そういう部分でも好印象ですね。まあ、いわゆる透明の収納ボックスなども収められるぐらいの収納力。こちらが一つ。そしてカメラ右側に対して、こちらにも収納があります。幅がそこまでないんでしょうかね。奥行きはこんな感じか、ちょっとないぐらいかですね。ということは洋服ダンス2個分、カラーボックスでいったら3個分から4個分の収納力がこの頃も部屋自体にあるということですね。そうするとこの部屋、スンクチェック、シングルベッドを置いてもですね、十分使い勝手がいいお部屋ということになります。さあ、パウダールームごと洗面化粧台。こちらの大東さんの物件は I 型の形のパウダールームを採用しています。左右にシャンプードレッサーと洗濯機置き場が置いてあるという形ですね。さあ、設備確認しましょう。シャンプードレスも平成20年代の形、まあ、入れ替えてるかもしれませんけど、しっかり幅があって、奥行きもあって、深さもある。ちょっと今日照明持ちながらでございますのでね、そういう分、ちょっと中の深さチェックできませんけど、おじさんがちらちら映って、こんにちはでございます。一人暮らしですからね、まあ誰か、彼氏、彼女が来てもですね、慌てない形でコップも2つ、歯ブラシも2つ置ける感じですね。さあ、向かって右側の方は、室内洗濯機置き場、コンセント2つあって、下に水が下に流れるような洗濯パンもしっかりあるよということで、トラディショナルタイプですね。さあ、浴室乾燥機がしっかり設備されているというのは、好印象の大東建託さんのユニットバスということですね。段差がありますね。やっぱりこの辺あたりが年代なんでしょうか。でもしっかり窓からも、もう分かっていただく通り、しっかり日が入っております。こんだけ日が入ったら、ちょっと窓を開けて、それでポールのところに洗濯物を干しても干せそうですけどね。追いだけオートバスもやはりありがたいところという形ですね。シャワーヘッドを映りながら、こちらでお湯がギューと出るけど、追いだけオートバスはこっちの丸い方から出てきますよという形、二重でできますよと。シャンプー台置き、鏡、そしてタオル掛けがしっかりある形。もう正直かも、かもなく不可もなく、初日から入って使えるというシチュエーション。屋上がなかなか上の方に関しては、屋上台ですね。天井には浴室乾燥機があって、お風呂に入った場合はこのぐらいの視点感。一人で入るに関しては十分な感じですよね。まあ、この辺は好印象です。さあ、洗い場と浴槽をチェックします。高さ、こちらが洗い場。そしてこちらが浴槽です。そんな差異はありませんね。そしてこのエッジがあります。これは縦折りの時にも紹介しますけど、立ち上がりするため手すり代わりにも使えるという形です。いやいや、若い人にそんなの必要ないでしょうって言われるかもしれません。酔っ払ったり、大変疲労されてお風呂入る場合ってですね。私も経験ありますけど、お風呂で溺れるんですね。お風呂で溺れるときって頭が下に下がって足が上に上がるんで、やっぱりそういう部分で溺れてしまうことはあるんですね。年齢ではありません。そしてこの年代、今これ見てもらうのは、パウダールーム、お風呂のところ、そしてトイレの部分が段差がありますね。水をこう下に排水するためパイプスペースが必要なので高さがやっぱりあります。やっぱりこれでこけたりする人結構います。さあ、トイレという形ですね。シャワー、トイレの形の部分、あえて洋式と表記しているのは、これは設備にない場合があるかもしれないからですね。便器に直接くたくたのリモコンタイプ。コロナ時代には安心な手洗いがしっかりついていますよ。タオル掛けもついてますよ。上部には、右側はトイレットペーパーへ、左の方は女性の方、安心ですよねのスペース感という形もしっかり確保されている。まあ、たくさん12ロール買ってもですね、この上にしっかりそういうものを埋める。または、歩行材に含めてですね、ちょっとした漫画も、ジャンプ2ヶ月分ぐらいは置けるかなって形のスペース感もしっかりありますよってことですね。そして、便器と正面のドアの距離感もしっかりあるので、閉塞感もない形だと思いますね。この幅感です。まあ、一人暮らしでは十分ですね。いろいろ言っても結局一人暮らし、十二分な生活感できるというのがですね、大東建託の売りだと思いますね。インターネットでそういう点、通いところもしっかり届くという形の今回はライマベルグループをご紹介させていただきました。この部屋のですね、賃貸の条件だったり、空き巣状況と、満室の場合なんかは下げているかもしれませんが、ホームページなどで一緒に確認をしていただければ幸いでございます。第一ハウジングの動画チャンネルは毎日午後5時に動画チャンネルないし、解説動画を1本ずつ上げております。ぜひチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。賃貸の物件もいろいろご紹介させていただこうと思っております。